じゃあ行きまーす。5番見てください、5番。5番行きまーす。後で見てもらっていい？これ、しようっていうの。5番、図のように上座天秤を使って物体比を地球上と月面でそれぞれ測ったものとする。ただし、月面の重力の6から地球上の6分の1。これ一般常識よ。例えば、地球で 60kg の人は、月に行ったら 10kg です。めちゃ軽い。50kg の人もない。だから陸上の走り幅跳び、高跳びとかすげえ軽いです。で、1番。地球上で物体 P は上皿天秤で 120g の分動と釣り合った。月面では何 g の分動と釣り合うか。実はこれはですね、120g なんです。変わらないんです。質量が変わらない。そう。質量なので。はい。だって物体 P が6分の1になることないやん。物体 P はどこでも物体 P なんでね。だから。人間 P は。いや重さは変わるんですよ。でも質量は変わらないですね。中身は変わらないです。で、2番。地球上で 100g の物体に働く重力の大きさを1ニュートンとする。物体 P に働く重力は地球上月面ではそれぞれ何ニュートンかですね。地球上は1ニュートンでしょ？1ニュートン。で、月面では6分の1になるので、ニュートンは6分の1になるんですよ。だから、6分の1ニュートン。6分の 1? うん、ニュートン。本当はこれ、理科は小数で表すけんね。1を6で割って 0.1 何ぼってなっとる、16となってるかもしれないけど、6分の1ニュートンでいいです。とりあえずしておきましょう。で、3番、上座の天秤で測った値は質量、重さのどっちですか？質量正解。質量です。バネ測り、バネばかりは重さなんですよ。上座の天秤は質量を測る。ね。4番、月面で測った質量や重さの値は地球上で測った値と比べてそれぞれどうなるか。質量は変わらない。重さは6分の1になる。または小さくなる。質量は変わらず？うん、質量と重さはどうなるかって書いてあるので、質量は変わらない。重さは6分の1になる、または小さくなる。正式に言うと6分の1になるんですね。うん、重さ？重さが6分の1、または小さくなる。さあ、メインイベント6番なんですよ。6番と7番を教えるために来たようなものなんです。はい。6番。右の図のような質量 2kg。はい、そこマーカーで見てください。質量 2kg、ね。うちの熟成やったらですね、もう1秒で何ニュートンか直せないといけない。ですか？キログラムをニュートンに直すときは10倍するって書いてください。キログラムをニュートンに直すと10倍する。キログラムをニュートン？うん。キログラムをニュートンに直すときは。10倍。メガヘジですか？質量グラム。何？ 10 キロ。2キログラムをニュートンで表せって言われたら20ニュートン。1秒でできる。キログラムをニュートンで表す？ニュートンに直す。ニュートンで表すときは10倍。いいですか？2キログラムは20ニュートンになる。キログラムはニュートンで表すってことですか？うん、まあ、そこ自分の言葉で覚えやすいので、キログラムをニュートンにするときは10倍ですね。かけたらいいです。正式には 2000g にして 100g が 1 ニュートンや切ってまさに100で割ったりするけど、めんどっちいでしょ。いいですか？もう今はスピードの時代だ。で、1番、スポンジのへこみが最も大きいというところをマーカーで書いてください。スポンジのへこみが最も大きいのは面積が一番小さい時だね。この図で面積一番小さいのは ABC どこでしょう？B、B。ね。だから1番は、スポンジのへこみが最も大きいのは B。B を下にした時です。2番、スポンジがレンガから受ける力の大きさは何ニュートンですか？はい。力の大きさは変わらないんです。20ニュートンです。2kg だったら、A を下にしようと、B を下にしようと、C を下にしようと、力は変わらないです。圧力は変わらないです。ですね。はい。で、3番。スポンジがレンガから受ける圧力が最小というところをマーカーで見てくだ
ください。ピンクが過去になるんですか。20… ほんと聞き落とす。重さは変わらんけん、重さは変わらんけん、 A 下でも B 下でも C 下にしても重さは20ニュートンでどこも同じですよ。で、3番、圧力が最小というのは面積が最大なんです。面積と圧力は反比例なんでね。だから A、正解 A です。 A を下にしたとき圧力は最小になります。はい、スポンジがレンガから受ける圧力が最大のときは最初のときの何倍ですか。もうこれ具体的に計算しようや。どうせ計算出てくるんでね。4番、圧力が最大って言ったらどこ下にしたときですか。 A、 A でしょ。じゃあ20ニュートン変わらんや。で、ここちょっと赤でバッチリ書いちゃってほしいのがあるんですよ。圧力はニュートンを平方センチで割る。これです。圧力はニュートン割る平方センチで覚えてください。力を面積で割るけど π で覚えちゃったらいいね。圧力はニュートンを平方センチで割る。先生、はい、ニュートン分の平方センチメートルでいいですか。反対じゃないですか。平方センチ分のニュートンじゃないですか。いいですか。で、今20ニュートン変わらんじゃろ。最大のところって A を下にした時やったっけ。言うと C か。C を下にしたとしてね。C の面積っていくらですか、皆さん。C 何平方センチですか。5×10 じゃない。B が一番凹みやったっけ。はい、B、 ごめん、 B やったら 5×10 よね。 50平方センチ。はい、いくらになると思います。20を50で割ったよ。 0.4、 0.4 でしょ。 2÷50 って言ったんでね。 0.4 です。で、単位はニュートン毎平方センチです。この時の単位はね、ニュートン平方センチ割った時ね。じゃあ圧力最小のところってどこを下にした時ですか。最初のところ C、 C、 A、 A が広いね。 A が広いね。 A は何平方センチ。200やね。これ計算しやすいでいくらですか。なんで10だと小さいの大きいのではって、なんで10とかできるの。200を20だったら10ですよ。小さい方大きい方で割ったら1より小さくなるよ。頑張れ。いくら0.1 0.1 ニュートンまで平方センチで、最大の方は最小の方の何倍ですかって書いちゃう。最大、圧力最大のところは圧力最小のところの何倍ですか。つまり 0.4 を 0.1 で割ったらいいので、答えは、うん、そう訓練してね、計算もね、何倍ですよ、ということです。はい。じゃあ、その次です。地球を取り巻く空気の重さによって生じる圧力を何と言いますか。重力。大気圧やね。空気の重さです。空気の重さというところも何回も言ってください。空気の重さ。大気圧です。ですね。オリキャンプです。で、何向きに同じ大きさで2つ。下向きでしょうね。下向きでいいぞ。地球の中心引っ張ってるんでね。で、このポイント最後に、ニュートン毎平方センチをパスカルに直す方法。パスカルってニュートン毎平方メーターなんですよ。これは簡単やろ。さっき練習したやん。ニュートンを面積で割ったやん。でも何パスカルかってよく問題が出るぞ。で、ニュートン毎平方センチ圧力の単位をパスカルに直すときは1万かけたらいい。1万をかけたらいいんです。1万かけてください。例えばね、さっきA を下にしたとき 0.1 ニュートン毎平方センチやったよ。
じゃあこれ何パスカルですかって言われたら10、あ、500?1000、うん、そうでしょ、1万かけるっていうことは小数点を4つずらすってね、1、2、3、4だから1000パスカルですよ、これだけです。1000パスカル、水木さんの先生から。もしもし、4番、圧力の奥さん、何か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 4番、あ、来た来た。あ、ここにあった。ここにあった。最初になったのは、A を下にしたときやき。これが A を下にしたときやろ。もう一回言うよ。A を下にしたときが圧力最小やろ。20ニュートンを200平方センチで割ったんやろ。それはこいつになったんやろ。じゃあ2000パスカル。なんで2000なの。え、センチやった。2センチ言われてる。なんでこれを20センチするの。いや、20ニュートンもね、200平方センチで割ったから、0.1 やったよね、っていう話だったんですね。はい。パスカルで、このパスカルが友達ほとんどできないんですよ。1万かけるだけでいいんですよ。1万かけるだけでできるんですよ。もう本当にヒーローになったらヒロインになってほしいんですよ。みんなのできんとこできた時の気持ちよさを体験してください。難しいね。みんなができちゃう時に間違えた時のあの悲しい気持ちを思い出してください。いいですか。大丈夫ですか。だからパスカルの出し方は何をかけたらよかったですか。それでヒーローです。ヒーローです。そこまで休みに間違えたから、あんたさっきから20を200だと10とか言えない。それはダメや。小さいの大きいのだったら1より絶対小さいの。そうよ。見えるようになってないですね。はい。いいですか。じゃあ、皆さん、あ、そういうことで終わります。じゃあ、止めていいですか。ごめんね。止めてください。あと1個。